どうも、矢部田翔一です。今回のテーマはスメタナです。スメタナは1824年に現在のチェコで生まれた作曲家です。スメタナのお父さんは音楽好きでした。そのためスメタナも幼い頃から音楽を習い、まずはバイオリン、その後ピアノを習いました。作曲をするにあたり、バイオリンとピアノを幼い頃に習っているというのはとても理想的ですね。その後、スメタナは作曲も始めます。そして音楽家になることを夢見て、本格的に音楽の勉強を始めました。20代半ばにはピアニスト、作曲家のリストに曲を見てもらいます。そして音楽家への道を手助けしてもらいます。リストとの関係は長く続き、スメタナに大きな影響を与えました。スメタナはまずチェコで音楽活動をしますが、30代前半で5年間ほどスウェーデンで音楽活動をします。その後、チェコに戻ってきて音楽活動をします。チェコに戻ってからはオペラの作曲に力を入れます。スメタナを語る上で外せないのがチェコの国民楽派の作曲家ということです。スメタナはチェコ語でオペラを作ったり、チェコの民族音楽を音楽に盛り込んだりしました。スメタナの少し後にはドボルザークやヤナーチェックもチェコから出てきています。スメタナの音楽は要所要所で民族的な雰囲気を感じることができます。でもスメタナの音楽は当時のロマン派の作曲技法で作られています。そんなこともあり、スメタナは民族音楽の作曲家ではなく、国際的に成功することができました。スメタナのオペラは海外でも上演されたり、モルダウは日本でも大人気です。民族的な雰囲気を感じながら、ぜひスメタナの音楽を聴いてみてください。